ずっと車を進めていきまして悪魔周回の1コーナーでまずは前を切っていく1番の岩谷は前か,から車を下げました9番の藤井が外の向こうーっと上がっていきまして肩ど、まあ、り先手を打っていきますさあ7番の谷口がこれで中断を伺かがうかしかし1番の岩谷仕掛けは早いちょっと5番の小川が口が開いています1番の岩谷拓磨が仕掛けていきます9番の藤井翔吾とバッティングか5番の小川でありますが小川は現在近畿生の後ろ5番手辺りに降りています そして7番の谷口は現在は後方位置。さあ最終周回1センターからにコーナー待っていく1番の岩谷に対して9番の藤井翔吾合わせ切りまして後方からは7番の谷口が3番の笠松連れてのまくり4番の横一は前2人と連結外れています9番の藤井翔吾の先行、2番の芦田が番手外から7番の谷口が迫って3番の笠松とどうやらワンツー決着7番、3番そして3着ですがどうでしょう 山本が切りますそして上がっていきますは中金大院5番の藤井が後ろ2人を連れて車を進めていくさあどうするか9番の桐山上がる素振りを見せましたがむしろ地元6番の平尾にけ制を見せまして現在4番手に4番の山本9番の桐山は6番手さあ九州勢 平尾西川どこでで行くか現在は後方8番手ですさあ2センターから4コーナー6番の平尾和昭仕掛けていくんですが2番の西川タイミングが合いませんでした1社の仕掛け地元6番の平尾3番手2番手とスピードスローク上がっていくんですが5番の藤井英二はすでに先行体制3番の渡辺トンがブロックしていく2コーナーからバックストレッチ入りますさあ4番車の山本翔がここで4番手から仕掛けていく地元6番の平尾は外交代ですそして4番の山本現在は3番手いきれないか9番の桐山圭太郎がまくりを組んで4 ココーナーーナからの直線コース先頭は5番の藤江氏粘って粘って最後は3番の渡辺か行っていくんでしょうかさあ4番車、今岡も車を進めていきますがまずは9番の菊池が前を切りまして6番の池野がさらに南関勢の前を切ろうとするんですが9番の菊池は突っ張ります。 さあ5万の成田が追っていって近畿勢は一旦車を下げ,、えー、下げるという展開を4番の今岡が仕掛けていくこれで地元両者が後攻8区番手となりました。 さあ競争はいよいよ最終周回4番の今岡哲二が足を使いながらもしっかり後ろ2人を連れての白源そしてホームからまくって1番の瀬戸栄作7番の佐藤浩二が続いていくさあ中段波を作っていきますかスピードで勝って3番手2番手3番の戸田余計のブロックを難なく乗り越えていきますか7番の佐藤浩二ぴたりと続いて地元両者ができて3番手スイッチは3番の戸田そして6番の池野も攻め上がって現在は4番手そのうちには8番の峰重直線コース1番の瀬戸栄作七番一番 三着は八番の坂本太郎はさせぼ初参戦記念開催ということになりました。アカマ周回入ります。五番の早坂が九番の中西をじっくり抑えて五番テイクをへそう。 税がが打ち外は抑えてさらに上がっていきます東で栃木勢もしっかり続いて3者で出て4番の小野がこれで4番手3番者の野田が6番手9番の中西大は後方8番手に置かれましたがさあロングスパートと打って出るちょっとそむい出しに1番の西村口は開きましたが追っていきますさあ9番の中西が仕掛けて3番手2番手と上がっていきまして2コーナーからバック2番の神山のブロックをまずは中西乗り越えて追って1番の西村昂太で中金税できりました。 番の神山3番手も外からは4番の小野裕二がこの位置をしっかり決めるも3番手の野田源一が4番手さあ外を踏めるから外に振られた3番の野田29番の中西か外は3番の野田が。 車ををスーーーと進めていきままししたた赤間周回1コーナーでは前を切りましたそして8番の大谷がさらに前を切っていく切って切っての展開かしかしながら5番の坂本周樹が8番車大谷に対して突っ張りまして関東勢が現在34番手9番の松川はただいま5番手後ろは1番の地元坂本松和そして6番短期の吉永和夫。 これで4番の下岡7番の鈴木の中部勢は後方8番手さあ2センターから4コーナー5番手から9番の松川が仕掛けていきます地元1番の坂本正尚水槽そして6番の吉田も九州勢に乗っていくそして後方からは4番の下岡が仕掛けていきまして上がって現在は3番手さあ6番車吉永のインコースに5番の坂本周期は詰まっているさあ4番車下岡もいけないようだ現在は4番手5番手外を。 浮いて後退しますさあ2番の松坂は現在は5番手当たりかさあ9番の松川地元1番坂本松川で完全に出切っている5番の坂本周希そしてその後ろ2番の松坂9番の松川貴大押し切って1番地元坂本正入ったところで。 6番地元瀬戸の前を切りましたさらに2番の月森上がっていきまして3番手を決めてさあさらに救っていくかただ中金勢内を締めまして中四国勢は現在は3番手以降三者関東ライン上原えずれが現在は後ろ中段さあ1番の上原が仕掛けていくその仕掛けに乗って6番の瀬戸も上がっていきますさあ1番の上原が3番手決めていく2番の月森が内に詰まる展開を6番の瀬戸晋作が一気に先頭を立ちました不わを叩いたむしろ不わは出したか3番手ここで1番の上原が追い上げていきます 9番のズレは最後尾3番の不ワが一さばき3番手はキープさあ6番の瀬戸4番の松岡で九州勢主導権を握っています2番の月森は現在5番手さあ3番の不ワが3番手から仕掛けていく4番の松岡のブロックを乗り越えていきまして6番瀬戸新作を捉えます7番の神田が続いて中金勢追っていくは2番の月森3番手直線コース7番の神田光介捉えて7番3番か3着2番の月森です。 押さえていきました 中金勢はさっと前から車を引いてここで5番の片岡悠史が外のコースを上がっていきます1センターから2コーナーさあ5番の片岡悠史がジャン前まずは先手を取っていく6番の田頭抵抗を見せますがゆっくり車を引いていくか田頭現在は4番手難関勢は中段位置ですさあ打潮で後方7番抵抗となりましたのは中金ラインさあ2番の三谷裕希がどこのタイミングでいくか競争はいよいよ最終周回ですさあ一本棒5番の片岡悠史が主導権を握りましたホームから仕掛ける2番の三谷 6番手、5番手そして4番手と攻め上がるか1センターから2コーナー6番の高らタイミングを測って合わせて出ていきますただ2番の三谷のスピード勝って3番手、2番手と攻め上がる待ち受けるは1番の浜田浩二のブロックさあ5番の片岡の後ろ1番の浜田が2番の三谷を止め切るか4コーナーから直線コース先頭は5番の片岡よし絶好の展開か1番の浜田5番の片岡もよく粘った インには8番の広田7番の坂田翔が現在、後ろから上がっていきました南北ラインの4番程度スイッチしています。 5番の伊藤聖樹は誘導と距離を作りましたさあ間もなく多少2番の根田隆が先頭にまずは立っていく7番の坂田将が追い上げていきまして4番手を確保に動く5番の伊藤聖樹はこの位置を決められてしまったさらに攻め上がる7番の坂田将6番の伊藤将だどもつれる展開さあ8番の広田敦が小島を連れて仕掛けていきます最終打ち込むな さあ、7番車の坂田翔が3番手をキープしたんですが、前とは2写真3写真距離ができている。この展開を8番の広田がまくっていく。最終幕から3コーナー。2番の根田、9番の伏見。その後ろ、8番の広田でありますが、前2人を捉えるには至らないかどうか。1番の小島が4番手4コーナーから直線。おっと、3番5番後方で落車。9番の伏見がまずは1着。2着争いで2番、8番、1番の3車 前を切りました8番の金貝は車を引いて空いた中段は中部近畿ラインすっぽり三者収まりましたこれで67番手が九州ライン後方89番手となりましたのは原田野の中四国ラインですさあ先頭は4番の渡辺3番の元砂は3番手で後ろを気にしています8番の金貝がどう出るかさあ中段膨らんだ状態でありますが3番の元砂が 3番手から仕掛けていきました。競争はいよいよ最終周回。4番の渡辺も、ここが前々と踏んでいきます。9番の山口富美そして6番の太田拓司までできれるか。おっと、4番の渡辺、3番手をばきに行った。8番の金川勇希も仕掛けていくんですが、6番の太田外に振られる、その煽りを受けています。そして後方からすごいスピード。5番の原田健太郎、1番の柏野智則。ただ一番の柏野が、原田に口が開きました。2センターから4コーナー。1社のまくりで5番の原田健太郎がどうやら押し切って。焦点は2作争い。ここは抜け出した九番の山口富美 5番の河合は抑えられて車を下げましたさあ6番の伊藤さらに8番の佐藤が抑えて切っていく5番の河合も車を前とそして2番の稲毛も後ろ2人を連れて上がるさあ関東勢近畿勢ともに上昇していって金が入りました 8番の佐藤もここは前々と踏んでいくんですがまずは2番の稲毛が先頭立って9番の村上の内に8番の佐藤さあ村上の後ろは4番真田なんでがすっと上がっていきまして6番の伊藤ま政3番の武田を連れまして最終資料権を握りました2番の稲毛はこれで3番手前と一写真の車間9番の村上が後ろ続くんですが8番の佐藤1番の阿部で村上の後ろ現在は56番手そして5番の川合は厳しい展開になりました参考なナーセンター6番の伊藤車間を切る3番の武田そして2番の稲 が3番,手から迫る3番の武田が外へ振っていく直線まずは3番の武田勝之してやったりか取り取ってさあ4番の工藤に対して突っ張っていく工藤を出しません 5番の井上8番の井で地元勢が竹内について内をすくっていきまして6番の佐々木が中段の4番手はキープいたしましたこれで9番の村上が6番手4番の工藤は後方8番手さあこれで縦一列3コーナーから4コーナーへと向かっていく1番の竹内が主導権を握りました4番の工藤は内内さあ上がっていきまして現在は6番手のイン外には9番の村上 方法で並走となりました。さあ、1番の竹内優作かけて、地元5番の井上正樹がすんなりのって、その後ろ8番の井出竹史固めていきます。北日本勢、福島コンビはただいま4、5番手、ここから動けないか、しかし9番の村上が1社ながらも一気にまくっていって、5番手、4番手と攻め上がる、なかなかのスピード。2センターでは3番手の外まで来ました。4コーナーから直線コース、抜け出す、地元5番の井上正樹、5番の井上1着、2着は9番の村上青坂。 西九州ラインが後ろから上がっていきますさあ7番の新山は察知しました3番の山崎を出しません5番の吉田拓也が3番手そのままキープそして9番の松本が5番手から一気に仕掛けていきました さあ7番の新山を打損で9番の松本高治が叩く踏み出しに口が開きました6番車の小川慎太郎が前を追えるかそのうちには7番の新山さあ3番の地元山崎健と攻め上がりまして最終周回ホームでは4番手8番の山田でありますが後ろで1番の東口そして5番車の吉田と絡んであるさあ7番の新山が球児を切り抜けて先頭そして3番の山崎健とさあスピード勝るか両者の力比べ3コーナーから2センターここは3番地元山崎軍配上がって番手は現在7番の新山そして追い上げて 6番下の小川慎太郎その後ろ2番の小倉隆二の直線3番の山崎健人だ。6番の小川に